はい、あきらです。この間ね、成田モトクロスパークかなで行われたウェビックさん主催のオフロードバイクのイベントに行ってきたんですけども、そこでね、まあ、スポンサーさんなのかなとか出展されてたんだけども、これのノベルティグッズでね、こういう、エアゲージをいただいたんですね。これテクニックさんって、まあ、オフロードバイク、主にオフロードバイクの足回りのパーツとかを扱ってる会社みたいなんですけどもね、結構いろんなパーツがやられてるみたいですけども、まあ、そこでね、サスペンションをチューニングしたモトクロッサー、ね、CRF とかね、試乗させていただいたんだけども、もともとあれ昭和とかのフォークを使ってると思うんだけども、昔の90年代のね、日本のモトクロッサーだとね、結構、ガタガタ手に反動がきてね、硬いっていう感じが、硬いっていうかね、動きが渋いのはよくあったんだけども、まあ、最近のね CRF はどうかわかんないけども、そこでやっぱりバルブ、ね、モディファイしたやつ乗ったら、こういうホワイトパワーとかみたいに結構スムーズにね、いい感じに非常にね乗りやすかったんですね。まあ、衝撃が少ないっていうか、なんていうかね、スムーズに動くサスペンションでしたね。まあ、それはさておきね、このもらったエアゲージがね、どんぐらいこれ使えるのかどうかね、ちょっと試しにやってみたいんですね。まあ、こっちのこのいかにもね正確そうなエアゲージを私持ってるんで、これと比較してどうなのかなっていうのをちょっとやってみたいと思います。これね、特に説明書も何もなくてね、これを押すとなんか単位がいろいろ切り替わるみたいですね。バー、キロパスカル、キログラム、まあ、最近はキロパスカルでやってるのが今多いと思うんだけどね。これいっぺん押しといて、つけといて、これでただやればいいみたいだね。これで239キロパスカル、まあ、約240だね。これ高速用にエアを入れたから、これやりにくいな。あ、ここだとうまくいくか。あ、ちょうど240だね。ほぼ同じ結果が出るから、まあそんな悪くないね。コンマ以下なんて無視して大丈夫だから、まあ。四捨五入すれば240ということで、まあこれコンパクトで使いやすいですね。ということで、テクニックさんありがとうございますという感じですね。はい、今回は以上です。